はい、今年一発目の初乗りです。長期保管から一発目の始動ですけども、エンジンもまあほぼ一発でかかりましたし、車体状態はいい感じですね。ただガソリンはもう残りゲージ一つしかないんで、とりあえず燃料を補充しておきましょう。本来であればね、長期保管する前にガソリン満タンにするっていうのが整理なんですけども、保管する前に一発乗ってやろうかなと思ってるうちに雪が本降りになりまして、積もっちゃいましたんで、ちょっと小屋の方に保管できなかったんですね。なのでそのままガソリンを満タンにすることもなく、冬を越してしまったわけですけども、本来であればね、長期保管するときにはガソリン満タンにしておかないと、ちょっと空間ができちゃうと、そこで生まれた結露でタンク内が錆びちゃうってことがあるんで、ちょっとまずいんですけども、今年はそのまま強制保管になってしまいましたんで、今からガソリンを入れに行きます。まあこの通り快調に走ってるんで、おそらくすぐにどうこうっていう問題はないと思うんですけども、ちょっと来年からは、今年ですね、今年からはちょっと気をつけたいと思います。何はともあれ給油していきたいと思います。今かすかに日の光が差してるんですけども、これからちょっと雨が降ってくる予報なんで、そんなに遠出するってわけではないんですけども、せっかくバイク出しましたんで、少しは走って帰りたいなと思ってます。ただね、見えますかね、炭の色、すごい茶色い色してましたね。まあ、強度とはいえ、ちょっと炭の花粉症を持ってる私には、ちょっと辛い季節です。今年はね、鼻水もすごいんですけど、なんか喉の痛みがひどいんですよね。こうやって喋ってるとそう感じられないかもしれないんですけども、結構痰が絡んだり、咳が出ます。特に寝起きがひどいですかね。寝て起きると、まあ、喉の痛いこと、痛いこと。これからどんどん重症化していくんでしょうか。もう嫌ですね。まあ、とはいえ、バイクは乗りたいんでね。鼻水ぶったらしながらでも乗りますけども、下道走ってても何も見るものも今の季節ないんで、下北縦貫道を乗ってそこを往復して帰りたいと思います。お、いいですね。対向車にもバイクいますね。Z ですかね。Z、忍者ですか。はい、ここから下北半島縦貫道路です。今4月の上旬なんですけども、この時期青森だともう秋の景色とほぼ変わらないですね。針葉樹の緑が残ってるぐらいで、まだほぼ周りは枯れ木ばっかりです。今気温は15度ぐらいあるはずなんですけども、やっぱりバイクでこうやって走り出してしまうとそんなに暖かさは感じないですね。まあ冬用のジャケット着てるんでそんなに寒くもないんですけども、まあまだ春っていうよりも冬終わりかけかなっていう具合の体感温度ですかね。まあ去年も何箇所かツーリング行きましたけども、まあ一番極まれるのは青池ですかね。地域の時間帯のいい時期を調べないといったもので、青池綺麗に見えるっていうはずの青池が、もうミッドナイトブルーっていうか、もうほぼブラックでしたね。今年は青池ツーリングをちょっと早めにリベンジ行きたいと思います。
6月のお昼ぐらいの時間帯を狙って到着するようにすると一番よく見えるらしいんですけども、今年は綺麗なブルーを見ることができるんでしょうか。あとは毎年恒例の東通り村の神立ち目、またあの馬たちに会いに行きたいですね。春の時期に行くと子馬の姿なんかが見られるんでなかなか楽しいんですよね。あそこ、あとは県外遠征に行ってみたいんですけども、まあなんとコロナウイルスもなかなか収束しませんので、今年の県外遠征はなかなか厳しいのかなと思ってます。まあ、都心の方に比べればね、毎日の患者数も全然少ないんですけども、それでも青森の県内にしては毎日ヘリ調整もなく出続けてますんで、まだまだ県外遠征は厳しいかなと思ってます。それでもね、臨天くらいまではちょっと足伸ばしたいなと思ってるんですけども、どうなりますかね。まあコロナの状況を見守るしかないですね。まあこうやって目的地の定めずに、ただ乗ってるだけでもね、バイクって楽しいんでね、そこでできないならできないなりに、回数、今年はいっぱい乗りたいと思ってます。まだ道路脇の雪、ちょっと残ってますね。この雪が溶け出して、道路で夜凍ったりするんで、まだまだ朝晩の危険です。まあ、ここでして帰りが遅くなってね、路面凍ってたりすると怖いんで、この時の凍るというのはあればちょっと怖くてできませんね。去年はバイクで繋がってもつなかったんですね。こんなに行きたかったんですけども、なかなか天候と機会に恵まれずに去年は行きづらいでした。今年はね、新緑の季節に1回、あとは紅葉の季節に1回、2回くらいはちょっと走りに行きたいですね。まあ何はともあれ、青森のバイクシーズンもこうして始まりましたんでね、回数の距離も多く乗っていろんなところに行ったりして楽しみたいんですね。といったところで本日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。